ビットコインとはですね、で、ビットコインこれ皆さん何だと思いますか？で、これ簡単にわかりやすく説明すると、デジタルゴールド。まあこれが多分わかりやすいんじゃないかなと思ってます。そのデジタルゴールドっていう言葉の通り、まあデジタル上の金ですよね。そのインターネット上の金みたいな。まあそんな感じのイメージです。じゃあ、ビットコインってなんですごいのっていう話なんですけど、まあ、ビットコインの一番すごいところっていうのが、インターネット上に価値を保存できるようになったっていう、これが、まあ、ある意味ですごいイノベーションなんですね。で、ここを皆さんにわかりやすく説明をすると、例えばなんですけど、音楽とかってあるじゃないですか。で、音楽っていう何か、自分で作詞作曲とかでもいいんですけど、やった時に、それをインターネット上で仮に販売をするじゃないですか。で、自分の、例えば僕が学ぶソングみたいなの発明して、で、学ぶソング、じゃあ、この曲を1000円で売りますみたいな、まあ、売りますよね。で、売った後に何が起こるかっていうと、多分買った人がそれコピペして無限に売れちゃうじゃないですか。で、そんな感じでコピペされてしまったら、僕の収入ってもうそれ以上入んなくなっちゃいますよね。これってある意味でインターネットの便利なところでもあれば、まあ、不便なところでもある。まあ、要するにコピペとか、まあ、そういうのでどんどんこう増やしていっちゃうっていう、増やしていけてしまうっていう、この点ですね。でもその一方でビットコインっていうのは、そのインターネット上でコピペみたいな、そういうことはできないんですね。で、なんでそれができないかっていうと、これ結論として、いろんな人がビットコインをこう管理している。これを分散型って呼んだりするんですね。で、この分散っていう言葉はすごいキーワードなんですけど、ここからさらに話を進めていって、ブロックチェーンの話をちょっとしていきます。で、皆さん多分ブロックチェーンって最近だと、まあ多分耳にしたことあると思います。でも実際に中身とかブロックチェーンって果たして何みたいな、まあ説明とか、まあ理解って結構難しいですよね。じゃあブロックチェーン何かっていうと、それは一言で言うと分散型の台帳。でも分散型の台帳って聞いたところで、まあちょっとよくわかんないじゃないですか。まあ、なので、まあ、ちょっと一つ画像を見てほしいんですけど、こちらですね。で、これ上に P2P ネットワークって書いてあるじゃないですか。で、これピアトゥーピアって呼んだりするんですけど、まあ、要するにビットコインってこんな感じで、管理されている。まあ、これって、今までの通常の管理と何が違うかっていうと、例えばなんですけど、ちょっと先日ですね、Google とか YouTube が、一定時間アクセスできなかったの皆さん覚えてますか？まあ、あれって、まあ、たまにあったりするんですけど、Google あんまないですけど、たまになんか Twitter が落ちたりとかするじゃないですか。Twitter に投稿できないみたいな。じゃあなんでああいう風になってしまうかっていうと、中央集権型、まあ、要するに真ん中にサーバーっていうものがあって、で、そこに皆さんこうアクセスをしていって、それで、ま、Twitter が使える、Google が使える、YouTube が使えるみたいな。まあ、YouTube っていうこういう真ん中の、まあ、大きい母体、まあ、サーバーの母体があって、そこに皆さんアクセスしてるわけですよね。でも一方でビットコインとかの場合どういう感じかっていうと、先ほどの画像もう一回なんですけど、こんな感じで、それぞれの人っていうのがこう分散してこう繋がっていって、それで管理されています。じゃあこういう風に分散されてるとどういうメリットがあるかっていうと、それがサーバーが落ちづらいんですね。まあ落ちづらいというか、物理的に落ちることはないと思います。なんでかっていうと、いろんな人がこうサーバーを立てていて、で、それで、まあ一気に全員が落ちてしまうって、そういうことは基本的に考えられないので、まあだから分散する、イコール安定するっていう、こういった仕組みですね。まあこういった感じのその分散型っていうシステムで、それでまあブロックチェーンっていうまあ台帳があるんですけど、このブロックチェーンっていう台帳、まあいわゆるその、まあそこにブロックチェーンとかビットコインのデータがこう書き込まれてるんですね。で、それっていうのは世界中の人がこう分散して管理をしていると。みんなで管理している。で、そのブロックチェーンの台帳を管理する人、それを何かっていうとマイナーって呼ぶんですね。まあだからこの動画を見てる皆さんもマイナーになることできます。で、どういうふうにマイナーになるかっていうと、例えばこういったパソコンを使うんですね。で、こういった僕のパソコンだとこれ MacBook Pro で、まあこれとかだと正直、なんですか、スペック的にちょっと厳しいですね。で、どういうふうにマイナーっていう人たち、それがブロックチェーンを管理しているかっていうと、マイナーっていう人たちはこう、いわゆるビットコインをこう掘り当てるんですね。で、こう、掘っていって、で、それで世界中にいるマイナーがこうやって毎日ビットコインを掘ってるんですよ。で、それを物理的に掘るんじゃなくて、デジタル上である計算処理をすることによってこう掘っていくんですね。で、掘っていって最初にその答えにたどり着いた人にビットコインが入るみたいな、まあこういった仕組みになってます。それで掘り当てる人がいたら、そのデータっていうのをブロックチェーンに書き込まれますよね。で、それがいろんな人が、監視というか、いろんなマイナーがそれを見ているので、それでブロックチェーンっていうものがこう伸びていくんですね。まあ、これがビットコインの仕組みです。ここまで大体わかりましたかね？まあ、結構難しいんですけど、要するにここまである程度ざっくりまとめると、ビットコインっていうのは要するにデジタルゴールドですね。インターネット上で価値を保存できますと。じゃあその保存をする際にブロックチェーンっていう技術が使われていますと。で、ブロックチェーンには中央集権っていうその中央の管理者がいないんですよね。いろんな世界中にマイナーっていう人たちがいて、その人が分散して管理をしています。まあ、だから安定していますと